フーベルト・マウラーはドイツの画家であるウィーン美術アカデミーで長く教えた。現在はボンの一部になっているレッドゲンに生まれた。はじめバイエルンの宮廷画家、ピンターに学んだ。1764年にウィーン美術アカデミーに入学した。指導を受けたの妄想、厳格に悩まされていたことで知られる彫刻家のメッサー・シュミットである。 1772年から1776年までローマに滞在した。これはドイッシュロマーと呼ばれることになるローマで修行したドイツ人芸術家の最初のグループの一人であった。この時、新古典主義の先駆者とされるアントンラファエル・メングスと知り合い影響を受けた。1785年から美術アカデミーの教授となり、その後32年間にわたって、 基礎クラスで指導することになった。当時のウィーン美術アカデミーはヨーロッパで最大の美術学校であり、高い評価を得ていた。マウラーは学生の教育のためにイタリア美術を研究し、教材としての美術品を収集した。ありがとうございます。